はい、今回は筋肉マンです。ズバリ超人総選挙2024についてお話ししていきます。なお、この動画の内容はコミックス最新刊以降のものが含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。これは筋肉マン生誕45周年記念として開催されるようです。これは朗報ですね。3月29日金曜日の0時から投票開始とのことです。早速いきましょう。まずはこちらからです。誰に投票する？今回のシステムは現時点ではわからないのですが、これまで通りであれば3人投票することができます。今回も自分はアリステラ、筋肉マン、テリーマン、この3人に投票する予定ですね。5人とかだったら、例えばゼブラとかサタンが候補になってきますね。まずアリステラは前回第21位だったので、今回は20位以内にランクインできるかに注目しているのですが、ちょっと出番ないんでどうなのかなっていうのはね、ありますね。ただ出番も近いうちありそうですよね。テリーマンは前回第14位だったのですが、超人墓場にやっと姿を見せたものの、目立った活躍はしていないので、なんとかこの順位付近をキープしてほしいかなと思っています。筋肉マンは前回第4位で、最近ではマグニフィセントの対戦もあったので、ひょっとしたら第1位になるかもと淡い期待を抱いているのですが、果たしてどうなるのでしょうか。ちなみに個人的な長身のシリーズのベストバウトはウォーズマン VS オニキスマンと思っています。再登場した超人の躍進は、タイミングとしてはやはりマリポーサが再び躍進しそうな気配です。一番注目される超人になるんじゃないかなと思ってるんですが、作中で勝利をもぎ取ったゼブラもランクアップ濃厚だと思うのですが、マリポーサより上にランクインするっていうのはちょっと厳しそうかもしれないですね。オメガの民からはマリキータマンがいち早く再登場&参戦をして、ゼブラとエグゾセミサイルズを結成して奮闘していたのですが、盟友アリステラの順位を超える可能性はあるのでしょうか。というか、このエグゾセミサイルズの2人、前回の順位がかなり近かったんですよね。ゼブラが第38位でマリキータマンが第37位だったんですよ。ケンダマン&スクリューキッドも再登場を果たしており、特にケンダマンは少しだけ対戦もこなしつつ、その後もいい味を出していたので、大幅なランクアップを果たすかもしれません。また滑り込みで再登場を果たしていたキングザ100トンとバイクマンの躍進はあるのでしょうか。技巧チーム&飛翔チームからは投票期間にさらなるメンバーが再登場するかもしれないので、この点も注目していきたいです。サイコマンもしばらく登場していないのですが、消滅してしまったんでね、彼に酷似したファナティックの登場の影響でランクアップをするかもしれません。再登場するという期待も込めてかなと思うのですが、ただサイコマンは前回の順位もね、全く登場していないんですけど、結構高いんですよね。第18位ということで、超新&時間超人はどうなる？まずは超新の超人総選挙2021の結果を紹介していきます。こんな感じなんですが、第90位が安寧の神ザ・ナチュラル、第73位がフンヌの神バイコン、そして第69位が理性の神イデアマン、第50位が修練の神コーカサスマン、第46位が戒律の神ランページマン、そして長身の中で最も、順位が高かったのがこの第41位進化の神ジ・エクスキューショナーですね。ちなみにザ・マンは第31位でした。一応彼も長身なのでね、触れておきます。残念ながら狂気の神ザ・ノトーリアスは圏外、100位よりも下でしたね。次に超新で新たにノミネートされそうなメンバーがこちらです。家福の神リヴァイアさん、自制の神ザ・バーザーカー、維新の神オニキスマン、洞察の神マグニフィセント、調和の神ザ・ワン、そしてこちらノミネートされるかちょっと微妙なんですが、時の神も一応登場しています。このメンバーの中ではオニキスマンやザ・バーザーカーあたりに投票が集まりそうかなとは思ってるんですが、ちなみにこの5人の中では自分はオニキスマンがいいですね。キャラがね、とにかく立ってるんですよね、彼はね。
長身に関しては20位以内は正直厳しいかもしれないのですが、30位以内にランクインする長身はいるかもしれません。続いて時間超人ですが、現時点で登場しているメンバーがこちらです。疾風の国エルカイト、怒涛の国ドミネーター、そしてここからが五大国なのですが、終焉の国ファナティック、三千の国パピヨンマン、黎明の国エクサベーター、黄昏の国ペシミマン、そして常闇の国エンデマンですね。このメンバーを見ると当然ながらね、パピヨンマンが最も上位にランクインしそうかなっていう風にね、当たり前みたいな予想しているんですが、自分はね、彼に関しては40位以内には入るかなと予想しています。ものすごく微妙といえば微妙なね、予想なんですけどね、ちょっと守りに入った予想なんですが、第1位に輝くのは、まあ当たる兄さんが最有力候補かなとは思うんですが、彼以外であれば例えば新必殺技筋肉バスターイモータルをマグニフィセント戦で披露していた筋肉マンや、あとちょっと前の話になってしまうも、オニキスマンと名勝負を演じたウォーズマンが有力なのかなと思いますね。2人とも一度はね1位になったことあるんでしたっけね。結果がね今から気になるところですが、まずはみんなで振るって投票していただきたいかなと思います。前回の総投票数超えるといいかなとは思ってるんですが、どうなるんでしょうかね。ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。